アーリントン、アーリントンは、アメリカ合衆国テキサス州北部タラント郡にある都市、ダラスの西約 32km、フォートワースの東約 20km に位置し、これら両市と共に、ダラスフォートワース都市圏を形する。アーリントンは、3 2 7 0 0 3 3 9 7 1 2 2 8 3 9に位置している。ダラスフォートワース都市圏を形成する。 郊外都市であるため明確なダウンタウンを持たず、住宅地が広がっている。市内を取りに来川の支流であるジョンソン川が流れている。市中心部の西には、アーリントン湖がある。アメリカが修国統計局によると、この都市は総面積256.5、経平方メートル、99.0ミである。このうち248.2キロ平方メートル、9 5ミが、 陸地で8 3キロ平方メートル、3 2ミが水地域である。総面積の3.24%が水地域となっている。欠片の気候区分では温暖湿潤気候、CF に属する。高温多湿な夏と穏やかな寒さの冬を特徴とする。竜巻街道と呼ばれる地域に位置するため、竜巻による被害が発生することがある。 アーリントンの歴史は1840年代まで遡ることができる。1841年5月24日、エドワード・ H タラント将軍とこの地域のネイティブ・アメリカントがこの地にマロー・ボーン・スプリング、アロー・ボーン・スプリングという入植地を建設し、公益所を設けた。タラント軍の名はタラント将軍に由来している。やがて一帯の肥沃な土壌に惹かれた農民が集まり、 19世紀後半には、この地で、いくつかの農業関連のビジネスが生まれた。1875年に、マロー・ボーンスプリング入植地は市に昇格し、バージニア州アーリントンにあるロバート・イーリー将軍のアーリントンハウスにちなんで、アーリントンと改称された。1876年に鉄道が開通すると、アーリントンは、面織物と農業の中心地として発展していった。 1884年にはアーリントンは正式な市になった。1910年頃までには水道、電気、天然ガス、電話といったインフラや公立学校システムの整備が整っていった。しかしながら南部全体の人口動態は第一次世界大戦後大幅な出張傾向が続いていた。黒人を中心に北部、西部への移住が続き、 1940年代では10年間で160万人の黒人が南部から他の地域に移していった。このため南部の諸都市はたとえ条件が良い地域に位置していてもゆっくりとした成長が続くことになった。1925年の人口は3031人に増加し第二次世界大戦前には4000人を超えたが人口の急増を招いたのは第二次世界大戦時に ダラス、ホートワース領市に建設された大規模な軍事工場の影響である。1954年にゼネラルモーターズが組み立て工場を建設すると、アーリントンでは大規模な工業化が始まった。自動車産業や航空宇宙産業が発展し、市の人口は急激に増加し始め、ブーンバーブと呼ばれる大型衛星都市へと発展した。 1950年の国勢調査では7692人であった。人口が1970年には9229人に達した。1970年代は南部の人口動態自体が逆転している。約70年にわたって続いていた出張が入庁に変化し、黒人、さらに白人の流入を招いた。これは南部全体の経済条件が改善されたことに加え、 公民権運動の進展により、南部であっても人種差別が軽減されてきたことによる。ダラスはアトランタ、ヒューストン、マイアミと並び人口流入の核となった。アーリントンもダラスへ流入した人口の受け皿となり、1990年には26万1721人、そして2004年の推計では35万9467人を数え、 全米51位の人口規模を抱える都市になった。アーリントンはテキサス大学アーリントン校、歌がキャンパスを構えている。歌はオースティンに本部を置くテキサス大学システムの中で3番目の規模を誇り約2万5千人の学生を抱えている。歌は市の経済にとって貴重な財産であるとみなされている。歌のキャンパス内には旧アーリントン高校や 旧アーリントン士官学校の校舎など、ダラス・フォートワースト試験内で最も古い建物の数々が点在する。テキサス大学アーリントン校の他には、地元タラント郡のコミュニティカレッジである、タラントカウンティカレッジのサウスイーストキャンパスや、バプティスト系私立大学のアーリントンバプティスト大学が立地している。アーリントンの K12 課ほどは、アーリントン公立学区。 マンスフィールド公立学区、ケネデール公立学区の3つの公立学区、ISD によって運営されている。アーリントン地域の一部は、ハースとユーレスベットフォード公立学区の区域内にも属するが、今のところ同学区に属する地域には、アーリントン市民が住んでいない。テキサス州においては、市や、軍の当局と、公立学区とが別々に運営されているため、地域、 軍域と学区の境界線は必ずしも一致しない。したがって、アーリントンのすべての児童、生徒が同じ学区に属するわけではなく、また、同一学区の児童、生徒がアーリントンに住んでいるとも限らない。アーリントンを含むダラスフォートワース都市圏への玄関口となる空港は、アーリントン中心部の北約 20km に位置するダラスフォートワースト国際空港である。 同空港は、規模、利用客数ともに、世界有数の大空港の一つで、アメリカン航空最大のハブ空港となっている。市中心部は、テキサス州道360号線、東、週間高速道路 I-820、西、I-20、南、I-30、北に囲まれている。それらの道路はいずれもダラス・フォートワースト市圏内のフリーウェイとなっている。 2006年2月16日、アーリントン市内の I-20、マイルポスト447から452の区間が、ロナルド・レーガン記念ハイウェイ、ロナルド・レーガンメモリアル、ハイウェイと命名された。アーリントンの主な交通手段は、自動車である。アーリントンには、アムトラックの駅やグレーハウンドのバスターミナルはなく、ダラスやフォートワースの駅、バスターミナルを利用することになる。 また、アーリントンは、人口30万人を超える都市であるにもかかわらず、路線バスなどの公共交通機関を許さない。市当局や住民は、税金面での懸念から、ダラスのダーと、ォートアースのザティーのいずれへの加入も拒んできた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。